The US government declassified three top secret videos of unexplained aerial phenomena in April 2020, confirming that clips that first surfaced in 2017 are legitimate. The Pentagon says it can explain. Three previously leaked videos of supposed UFOs, and the explanation is simple: the the they US are Department real, and they are still a total the mystery. Of the, US of the UFO here shown resembles the one the very much—the one Defense. which was shot by Taro Yamamoto over Yokohama on May the 3rd, 2015. 2020年4月ペンタゴンは3本のトップシークレットの UFO 動画を公開しましたそのうちの1本は2つの球でできた2球型 UFO であると私は判断しました去る2015年5月3日山本太郎氏らによって撮影された横浜上空に現れた UFO と大変よく似ています Hi Hamama City japan they so fast that they seem to be almost impossible to catch them with naked eyes, and Here is my pleasure to show you the one again, captured over Yokohama and UFO four which was flying so fast Qke U Hiroku moki 国際宇宙ステーションでもです。休憩 UFO の特徴はその飛び方が大変速いということです。人間の目では捉えられないほど速いと私は考えています。横浜上空に現れた UFO を改めて皆さんに紹介します。これがが年5月3日山本太郎氏たちが 乗ったヘリコプターの中から撮影された ufo ということになります。2級型になっている点に注意してください。で、この ufo と酷似していると言ったらよいのか？同じと言ったら良いのか、それは分かりません。けれども2017年アメリカの空軍がですね。このような ufo を。 まあ動画に収めていましたそして2020年の4月にペンタゴンの方から、まあ、UFO であるということでですねリリースされた映像です比較してみてください大変よく似ているのが分かります同じものなのかそれともそうではないのか続く動画の中で2015年5月3日 横浜上空に現れた UFO の詳細な検証をです、ね、皆さんにご覧いただきます。Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. For skeptical people, this is an UFO. Some people say that a verification of existence of UFOs is impossible since UFOs are kind of phenomena about which we are unable to verify. Is that so? ヒロシ・ハヤシ would like to make an attempt to challenge those skeptical people and would like to verify the existence of UFOs here in this video.UFO の検証は不可能と言われています。本当にそうでしょうか検証できないのは、それだけの検証能力というより、検証しようという熱意と意欲がないからだけではないでしょうか UFO の話を聞くと、あれこれ理由をつけては、それを否定する人は多いですね。そういう人たちを総称して、会議主義者と言います。信じられないというよりは、信じたくないのです。そうした心のブレーキが働いて、それを否定しようとします。が、問題は、そういう人たちにあるのではなく、UFO を 目撃した人たちにあります。私たちは、見た、見たというだけで、それを検証し、相手の人に伝える努力を怠っています。もっと言えば、検証しようともしない。行動もしない。第一、検証の仕方を知りません。で、相手の人たちは見ていないのですから、信じろと言っても無理です。林広氏は UFO の検証に、 このビデオを通して挑戦してみます。最近の目撃事件をテーマにそれを考えてみます。で、今皆さんにご覧いただいているのは、去る2015年5月29日に、口の選ぶ島の火山が爆発した時の様子です。そこにはこのような UFO が映り込んでいました。この UFO で注意していただきたいのは、 真直線的に飛んでいるということ。そして、時々ポッポッとなって言いますかね。尾を引いている点です。まあ、これについてですね、鳥説飛行機説ヘリコプター説風船説それからドローン説まであります。で、これは2013年の11月24日に、ジェレミー・トーマスという方が天体でですね、望遠鏡を使って天体を観測中に偶然捉えた UFO の動画です。 下の方へ動いていくのは、これは地球が動いているためと考えられます。で、この、ジェレミー・トーマスという方が撮った動画で注意していただきたいのは、ゆっくりと回転しているということですね。この回転速度を上げますと、ひらひら感が生まれますね。で、これは鳥かというと、鳥ではありませんね。飛行機かというと、飛行機のはずがありませんね。 もちろんヘリコプターでもありません。というふうに、消去法的に考えていくわけです。風船ではありませんね。もちろんドローンではありません。あるいは画像のエラーによるものでもありませんね。というふうにして考えていきますと、これは UFO ということになりますが、それだけではないんですね。もう一度これを見てください。ゆっくりと回転しています。 まっすぐ飛んでるわけじゃありませんね。この回転速度を上げますと、ひらひらとした感じが生まれるのではないでしょうか。つまり、口の選ぶ島の、まあ、火山の前を区切った UFO はですね、まあ、こういう形で鳥とも見えなくはないということで、鳥説が生まれたのだと私は考えています。拡大してますとこうなります。さらに、5倍、スローにしてみます。 まあこれだけでは形がよくわかりませんが、というのは光の集合体のようにも見えるわけですね。そこで先の口の選ぶ島をですね、飛んでいく u f o と比較しています。左がジェレミー・トーマス氏が偶然捉えた u f o の像です。やはり回転している。まあの方はね、回転速度が遅いから、ひらひら感はそれほど強くありませんけども、もっと早く回転すればひらひら感が生まれると思います。 ということは、右の、口、え、のー、口の選ぶ島の火山の前を横切った UFO は鳥ではないということですね。回転しているがためにひらひらと見えると。それで、5月3日、2015年の5月3日、横浜の港未来の上を、で撮影された UFO です。2倍スローにしてみます。この線に沿って飛んでいきますから、皆さん注意してください。見えましたね もう一度やってみます。今度は3倍スローにしてみます。矢印のところから飛んでいきます。そして、今度は10倍です。まあ、こうしてみますとですね、もちろん飛行機でもない、ヘリコプターでもない、鳥でもない、風船でもない、ドローンでもない、残るはもういわゆる インターレース説ですね。いわゆる画像、まあ、翔体が早く飛んでいるために、画像が分解するというわけですが、それほども早くはないんですね。中途半端と言いますか。あのー、これが、まあ、右の方がですね、元の、まあ、画像から、えー、山本信子さんが、あのー、静止画に起こしてくださったものです。でこれがその物体なんですけども、まあ、果たしてこれが鳥なのか。 ま、鳥には見えませんね。仮に1個であるとしてならば球体の UFO ってことになりますが、まあ、2個か1個か。まあ、どちらでも UFO ってことには間違いないわけです。エレクプターでもありませんね。そして風船でもありませんね。まあ、確かにあの進行方向の方からこれは物体を飛んできてきますけども、速度が速すぎます。もちろんドローンでもない。そうしますとインターレース説がここで生まれてくるわけです。 いわゆる、まあ、画像処理の段階ですね。二つに分けるわけです。インターレースというのはどういうのかと言いますと、被写体をですね、まず二つに分けるわけですね。操作点、操作線を入れて分けるわけです。そういう意合成するわけです。最初から一つに取るのをプログレッシブ方式と言います。まあ、これインターレースによってこういうものが生まれたと。 で、この場合はインターレースでは、あの、きちんと等間隔にあの、画像が分かれるみたいですね。まあ、しかし右の方はよく見ていただくと分かりますように、あの、ラインの太さが違いますね。いわゆる画像の分解ではないということです。これはランスケさんが届けてくださったんですけども、ストップモーションにしてみますと、このように、まあ、あの、ピンポン玉が飛んでる途中では、横のシマシマが入りますから、この横のシマシマ線を捉えて、インターレースだというふうに考える人もいらっしゃるみたいですね。 で、120分の1にしますと、こういうふうに。まあ、この程度ではまだ、あの、空中では、あの、なってますか、画像が2つになりませんね。で、50分の1秒にしますと、このように画像がだん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 ぶれてくるわけです。で、25分の1、まあ、普通のビデオカメラの、ま、速度で、あの、分解能力ですね。で、やりますと、こういうふうに2つに分かれる。 てくるわけですね。しかし、拡大しますと、このように見えるわけでして、その、なて言いますか、連続線があるわけですね。ベタっとした感じになるわけですね。で、これと、横浜の上空で撮られた UFO の写真と比べていただきますと、明らかに違うということです。真ん中でくびれて線が入ってますね。インターレースの場合は、あの、まあ、速度の、シャッタースピー,ドのスピードに見えますけども、あの、入りませんね。 まあ、ご覧ください。そしてさらに、えー、シャッタースピードを落としますってまずか、落としますと、このように今度は完全にブレてしまうというわけです。なあち、私はこれはインターレースゴーストではないと判断いたしました。ランスケさんどうもありがとうございました。で、これが、えジェルミー・トーマス氏が、えぇ、天体分共で捉えた UFO です。で、これと横浜の上空に現れた UFO と比較しています。 で、ここで奇妙なことに気がつくわけですね。この横のラインがですね、シマシマが同じ4本ずつだということです。これは後でお見せします。あの、アポロ11号が捉えた、UFO も、はっきりはしませんけども、4本と見ていい画像があります。で、上と下に何か、何かしらね、こう、蓋のようなものがついているということです。で、これは5月2日、チリのカルブコ火山で、えー、撮影された UFO です。 ところ、どころでストップモーションにしていますから注意深くご覧ください。えで、これはそれほど速い動き方はしてませんね。まあ、ホバリングっていう状態です。が、静止画にしていますと、やはり2個の球体用の UFO がくっついているのがわかります。まあ、こうして連続性を持ってですね、検証していくわけです。見た、見たというだけではなくて、過去に持って、私たちが持っている資料を照らし合わせて、こうして UFO の存在を、まあ、なんて言いますか、検証していくということですね。 それが私のやり方です。で、まあ、カメラを引きますと、このように見えなくなるで。アップしますと、こういうふうに見えてくるわけですね。で、やはり2個。あの、相手の方はですね、この UFO はやっぱり回転してるんでしょうかね。1個になったり2個になったりしますが、これはカメラの繰り返しますけど、プレイではありません。もちろん、インターレースでもありません。ということを確認してくださいね。 で、かなり高度を飛んでますから、これが、まあ、ドローンであると。ことはもう、あの、その,そのような書き,書き込みをなさってくださった方もいらっしゃいますけども、ドローン説はこれで、吹っ飛んでしまいますね。で、検証してみますと、今このカルブコの火山で、あの、撮影された、これを、この UFO は鳥ではありませんね。 飛行機ではありません。だいたいこの辺り行きますともう火山灰が飛んできますから、ね、大変危険ですね。ヘリコプターにしてもそうです。それから風船ではありませんね。動きが、まあ、ないことはないわけですね。そしてもちろんドローンでもない。で、これはもちろんインターレースではありませんね。ピンポン玉のような動き方をしているわけではありません。で、もう一度オリジナルのまあ動画を見ていただきます。こちらの方はストップモーションが出ていませんから皆さん自身で まあ、なってますか、判断していただくということですよね。これはフェイクかフェイクじゃないかということですけども、ここまではフェイクではできませんね。あの、そして消えます、消えたというかね、あの、引きますとこのように消えるわけですね。まあ、会議,会議派、スケプティカルな人たちはこれをフェイクだと言うでしょうね。それで、次の、今度は、 えー、11号、アポロ11号のオールドリンが、あ目撃して、それをカメラに押さえた、収めた UFO ですあ。そこで見たものは見たと。オールドリンもそう言っています。3倍、これはスローです。ブレが激しいというのは、当時はね、まだあ、ビデオカメラもデジタルカメラもない時代でした。で、これをオールドリンは、えー 何かと。まあ、指令センターに連絡して、ミッションコントロールに連絡してるわけです。これは鳥ではありませんね。宇宙ですから。もちろん飛行機でもありません。ヘリコプターでもありませんね。風船でもありませんね。地上であれば風船説が生まれたと思います。もちろんドローンは1969年にはまだありませんでした。もちろん、これはね、あの、いわゆるそのフィルムカメラで撮った写真ですから、インターレースでは、 ありません。で、もう一度見てください。これがオリジナルの速さの動画です。バズ・オルドリンが撮った動画ということになります。かなり至近距離にあるということですね。そして、えー、ニコの球体用の UFO がくっついているということです。まあ、それについてですね、アメリカでは、ドクターの肩書きを持つ方が堂々とそれについて論じています。もう一度お聞きください。 flying object but such objects were not uncommon the object reported by the Apollo 11 crew. It was obviously an unidentified flying object but such objects were not uncommon. で、これが5月3日に横浜の上空で捉えた UFO。下が2013年の11月24日に捉えた UFO。そして左、内場上が鹿児島の口の選ぶ地ジで撮で捉えた UFO ですね。そして今日はまあ紹介しませんけど、ワシントン地域で捉えた UFO も2個ずつの球体になっています。そして下がチリのカラブコ山の火山の爆発の時に捉えた UFO です。 Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is about double sphere-shaped UFOs which have been witnessed all over the world, such as in Yokohama, Washington DC, Kuchino-Erabujima Island, Kagoshima, Japan, Kalubuko, Chile, and so on. These UFOs have been witnessed independently to each other and as far as I know, witnessed by those who knew nothing more about other sphere-shaped UFOs than the ones which flew over their own skies, uh, the flying object was the one seemingly flying over Minato Mirai, Yokohama, Japan, on May the 3rd, 2015 or on the constitution national day of japan where more than 30000 people gathered together very strangely none of the people on the ground noticed the flying object and even the crew in the helicopter did not though the object apparently just passed by the helicopter it flew away so fast that no one caught a sight of it a bit time later, Miss Nobuko Yamamoto noticed that something was flying away by the helicopter and she magnified the object in surprise. There she found the unknown object flying away by the helicopter. What was it? And in this video, I also would like to talk about an a strange object which flew in the sky on the day when a volcano erupted in kuchino Kuchinoerabujima Island, Kagoshima, Japan, on May 29, 2015. Some people say it was a bird. Some other people say it was an airplane, or some other people say it was a quadcopter drone. But more people are hesitant about saying it was an UAV-4 since. It was an UFO itself too much.Here in this video, I'd like to demonstrate these here are all UFOs or double sphere shaped UFOs.2015 年5月29日に、口の選ぶ島の火山が爆発しました。 その時の様子はあちこちのテレビで報道されました。が、あるテレビ局が報道した映像の中に不思議な物体が映り込んでいました。噴煙の前を横切る謎の物体がカメラに収められていたのです。で、それについてのビデオを制作しましたが、画像が荒かったせいもあり、大方の意見は鳥だろうということでした。が、その物体は真一直線に飛んでいました。 部分的に後ろに尾を引いていました。鳥には私には見えませんでした。もちろん飛行機でないことは一目してわかります。が、鳥のように羽ばたいているかのようにも見えました。だから鳥というわけです。で、私は鳥説を認め、少なくとも鳥ではないということが証明できない限り、鳥説を認めざるを得ないという状況になりました。 が、そんなとき、すかさず、助け舟を出してくださった方がいらっしゃいました。東京にお住まいの山本信子さんです。同じ頃、同じものが横浜の上空を飛んでいました、と。え、議員をなさっておられる息子さんがヘリコプターで5月3日の集会を取材しているときのことです。そのヘリコプターの前を不思議な物体が横切りました。 で、当初、山本さんもそれは鳥だろうと思っておられたということです。が、画像から写真にし、拡大してみたら、そこには2つの球体用の物体が映っていたというのです。ここにお見せするのがその物体、つまり UFO です。これについてはすでに検証してきましたが、 さらに調べてみると、2013年にジェレミー・トーマスという方が望遠鏡で星を観察しているとき、同じような物体をカメラに収めるのに成功なさっておられることが分かりました。ジェレミー・トーマス氏は2個の球体物体と呼んでおられます。で、横浜市の上空を飛んでいた UFO と比較してみると、 横島の数がそれぞれ4本であることなど、など、一点が多いことが分かりました。このビデオは、第一義的には横浜市上空を飛んでいた飛翔体が UFO であること。第二義的には、口の選ぶ島の火山の噴火の前を横切っていた謎の物体が、消去法的に UFO であることを証明するためのものです。どうかそういう視点でご覧ください。 長い前置きになりましたが、今皆さんにご覧いただいているのは、ジェレミー・トーマス氏が星空を観察しているときに偶然捉えた UFO の動画です。で、この UFO を見ますとですね、私たちは形を分解することができません。まあ、光の集合体に見えるわけですね。が、この飛翔体といいますか、UFO と横浜の上空を飛んでいた 謎の物体と比較していますと、その形、輪郭がはっきりとわかります。左が、ジェレミー・トーマス氏が望遠鏡で捉えた UFO ですね。そして、右が、えー、横浜市の上空を飛んでいた謎の物体です。山本信子さんが届けてくださった写真です。元の、まあ、ビデオから起こした写真です。で、この横島の数を数えていますと、 共に4本なんですね。一致します。ということは、まあ上にある突起物、そして下にある突起物は左の黒い部分と一致するということになります。これらは同じ UFO であると私は判断しました。今度は最後の部分だけ10倍速にしてみます。まあこの飛翔体は動いているかのように見えますが、雰囲気からして まあ、地球の方が動いているために、相対的に、望遠鏡に映った物体が動いているとも考えられます。ただ、ここで注意していただきたいのは、ゆっくりと回転、って言いますか、これ10倍速ですからね、あ回転しているという点です。つまり、くるくると回っているということですね。これが、ひらひら感を生み出すものと私は考えました。で、横浜の、いわゆる、まあ、 ダブルスフィアの u f o の話に戻ります。これは山本信子さんの息子さんがですね、現在議員をなさっておられます。そして、2015年の5月3日、横浜の港未来でですね、まあ集会が、憲法集会があった時に、それをヘリコプターに乗って空から、まあ、取材報道をなさっておられた時のものです。その時に謎の物体がこの画面を横切ります。注意深くご覧くださいね。まあ、ともかくも、 この謎の物体が飛んでいったわけですけども、まあ、もちろん、あの、山本信子さんの息子さんも、それから集会に集まっていた3万人の人たちもそれに気づくことはなかったそうです。で、後でこのビデオを見ていたときにですね、何か鳥のよ,うのようなものが飛んでいると。そして拡大してみましたら、とんでもないものが映っていたということなんですね。まあ、下に見えるのが今その集会で集まっている人たちです。現在、横浜の上空を飛んでいます。 まあ、ビデオ、動画をですね、早送りで見ていただいていますけれども、こうして、まあ、旋回中に、とんでもないものが飛び込んできたというわけです。しかし、この物体は、まあ、世界のですね、UFO 研究家の常識をひっくり返すような事実を含んでいました。まあ、なんて言いますかね、あの、口の選ぶ島の UFO が、 鳥であるという説が有力になってきまして、私も、まあ、鳥でないという証明ができませんから、鳥説を認めざるを得ないという状況の時にですね、山本信子さんが、それならば私はこんな資料を持っていると言って、わざわざ届けてくださいました。では、ここを注意深くご覧ください。ここの丸の部分から現れます。そして、左の方に流れていきます。ここの、ここですね。 いいですか早いですから。瞬間ですからね。はい。いいですか今、ここ行きましたね。ストップモーションで見ていただいてます。そして動いて、ここ行きましたね。まあ、要するに、こう、目には止まらない速さだったということですよね。次にここ行きました。そして、このあたりで形がわかりますね。二つの球体がくっついているかのように見えます。そして、 左の端の方に消えていきます。瞬間ですね。で、これは何かということですけども、いろんな方からいろいろな、まあ、説をいただきましたが、右が山本信子さんが元の動画って言いますかね、ビデオから起こした写真です。 で、口の選ぶ島の UFO をもう一度見ていただきたいんですけども、まあ、現在、はい、YouTube で配信されているのは画像が荒いですが、しかし、この、まあ、型のですね、画像を見ますと、極めて、まあ、よく言ってます。解像度が高いということになるわけですね。皆さんわかりますかねずーっと、何やら物体が飛んでいきますね。拡大したのをまた、 見ていただきますが、ここなんですね。ま、これが鳥、飛行機、さらには、ドローン説ですね、ドローン説。も出てきました。飛行機でないことはもうわかりますね。で、ひら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 してる感じがしますね、確かに。で、これをもって鳥だと言うんですね。しかし、尾を引いてますね、部分的に、シュッシュッと後ろに。そして、全体として形が丸っぽいことに注意してください。 で、これだけまあ、ひらひらしてるということはですね、小型の鳥ってことになります。小型の鳥っていうのは、それほど直線には長くは飛べませんね。で、大型の鳥の場合は、羽ばたきますから、上下に左右に揺れますが、私はバードウォッチングをいつもしてますけども、まあ、直感的に鳥ではないいうこと、うふうには確信しています。が、しかし、鳥だって言われますとね、逆に鳥ではないとは言えない。これ、多い引いてますね。チーからご覧ください。かすかですけども、多い引いてます。で、丸いですね。 で、これを鳥と言うかどうかという問題なんですよ。で、まあ、否定派の方たちは鳥だ、鳥だということで、まあ、で、え、片付けてしまわれるわけですけども、私は鳥ではないと思います。つまり、私がどうこうということよりもですね、この画像をご覧になった皆さんが判断なさってくださればいいんじゃないかと思います。飛行機か鳥か。ドローン説が出てきたのには驚き、驚きました。まだドローンというのはですね、はっきり言えばおもちゃ的な存在の段階ですからね。 ま、あ後でお見せしますが、あの、ドローンではないこと。あるいは、ドローンではこれだけ早くは飛びませんし、まあ、なんて言いますか。まあ、コントロールできる範囲を飛ぶということですね。要するに。それで、鳥ではないと。で、ドローンでもないと。いうのが、私の、まあ、結論です。無理にこれは、あの、UFO に結びつけようとしてるわけではないんですよ。消去法で考えると、 UFO ですね。まさに、未確認飛行物体ということになりますが、今では、エイリアンの乗り物を総称して UFO ということ、というふうになっています。つまり、これは飛行機でもない、鳥でもない、つまり、エイリアンの乗り物、クラフト、UFO であるということです。で、ドローンっていうものはどういうものかということを、もう一度皆さん見てくださいね。ある方はですね、もう発表すると同時に、こんなのはドローンだ、球体のドローンだなんて書いておられましたけども、 それ以後ですね、私が、じゃあその写真を見せてくださいってお言いにお願いしましたけども、連絡はありません。これはドローンですね。あの、先ほどのヘリコプターのそばを通ったドローンだとするならば、かなり高度高いところを飛んでますからね、無線操縦では無理ですね。あの、目では見ることできませんので、これが球体ドローンと言われているものです。確かに球体ですよね。丸いです。が、しかし、 口の選ぶ島の上空を飛んでいた、まあ謎の物体とは比較にならないと思います。まあ、今ね、お見せしました球体ドローンというのはまだおもちゃの段階ですからね。しかし、このもう一個の画像を見ていただきたいんですね。そして左がジェレミー・トーマスさんが撮られた写真です。ともにヒラ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 してますね。このヒラヒラはどう、ひらひら感はどうして生まれるかと言いますと、先ほども言いましたように、回転している。 食べと考えるのが私は合理的だと思います。まあ皆さんの判断はいかがでしょうかまあ、どちらが正しいか正しくないかというよりもですね、皆さん自身がどのように判断なさるかということなんです。で、鳥型の UFO ということになりますが、真一直線にこれ飛んでるんですよ。そしてあの上下感がないでしょ鳥は羽ばたいた時に羽の下を下ろした時に、かすかに上上がりますからね。 で、おろし、あの、羽を下げたときに高度が下がるんですね。それを繰り返すわけです。その、まあ、羽ばたいてる感じはしますが、しかし、この物体が上下に動いてるかの、動きはないですね。そして、あの、羽ばたいてるとするならば、小型の鳥なんですよね。 大,大型の鳥はあのもっとゆっくりと羽ばたきますから。ということで私は鳥ではないと結論づけました。ということで結論ですけども、これは横浜に5月3日に現れた、飛んでいた UFO です。下は2013年の11月24日にジェ,ジェレミー・トーマスさんが撮られた UFO です。上は鹿児島。 口の選ぶ島の上空を飛んでいた UFO です。そして右が1952年にワシントン市上空に現れた UFO です。そして下が地理のカラブコで現れた UFO です。右の2つについては続くビデオの中で紹介しますので、また興味のある方はご覧になってください。ただここで注意したいのは、カラブコに現れたのは5月2日、そして横浜に現れたのは翌日の5月3日、ジャパンタイムということになります。何か関連性があるのでしょうかないのでしょうか 大変興味深いところです。なお、その前後に、鹿児島で現れたということは、時系列的に考えて、宇宙時間的に考えて、同一の UFO で考えるのは、これまた合理的なことだと私は考えます。ということで続くビデオをご覧ください。Thank you and bye for n o w h e l l o This is Taro Yamamoto, Nobuko Yamamoto, And Hiroshihayashi, Japan. Twin-shaped UFOs over Washington DC and Yokohama City, Japan. Though UFOs over Washington DC were witnessed by many people on that night of July the 19th, 1952, on the contrary, no one realized the UFO flying over the sky in Yokohama on the day of May the 3rd, 2015. The UFO over Yokohama bears a close resemblance to those UFOs witnessed in Washington D.C. and here's my report about it. In Japanese, number 445, Yokohama City's Minato Mirai airspace, was a UFO. I reported it. And Taihen very similar UFO was seen in 1952. ワシントン市上空で多くの人たちによって目撃されていました。同じようにツインタイプの UFO です。横浜市を飛んでいた UFO は左右が違った形状をしていたこと、間に隙間があることからツインタイプの UFO と私は判断しました。が問題はワシントン市上空に現れた UFO です。 写真で見る限りついんですが、カメラのブレによるものと私は思っていました。が、改めて検証し直してみると、ブレでないことがわかりました。左右の大きさがそれぞれの UFO によって違っていたからです。なお、ワシントン市上空を飛んでいた UFO についてですが、動画も残っています。が、動画の方は私はフェイクと判断しました。 UFO が議事堂の屋根に隠れるとき、UFO が屋根と重なっているからです。確定的なことはわかりませんが、ワシントン市上空に現れた UFO がこのような形をしていたとなると、その形は横浜市の上空を飛んでいた UFO と形が似ているというより、同じと私は判断します。 横浜市の上空を飛んでいた UFO が本物であるなら、あの夜、ワシントン市上空を飛んでいた UFO も本物ということになりますね。そういう視点からも、このビデオをお楽しみください。なお、この動画の後に続いて、横浜市上空を飛んでいた UFO、続いて、ワシントン市上空を飛んでいた UFO を お楽しみいただけます。で、今皆さんに見ていただいているのは、ワシントン市上空を飛んでいた UFO についてのものです。左右の形状がそれぞれの、まあ、UFO によって違うということ。そして、窓には、まあ、同じようなブレが見られないことなどによって、ワシントン市上空を飛んでいた UFO は、まあ、単体型の UFO ではなくて、 ツイン型の UFO であった可能性が高くなったということですね。まあこれだけでツイン型とは言えませんけども、まあワシントン市上空を飛んでいた UFO がツイン型であるとするならば、その形は去る5月3日に横浜市上空を飛んでいた UFO の形と大変よく似ているということですね。で、これがですね、 カメラのブレでないことはですね、間に隙間があることによってそれがわかります。また左右がですね、違った形をしているのわかりますかそして右の方には窓らしきものも見えるんですね。注意深くご覧ください。黒い隙間の間に何かしら色の黒,黒いと言いますかね、丸いような窓のようなものも見えます。いわゆる、まあ、1、2、3、4階建ての、まあ、UFO ということになります。大きさはわかりませんが、かなり大きいものではなかったかと私は判断しています。 そしてこの突起物が右の方は上に左の方は下に出ている。ちょうど反転しているのがわかります。いかがでしょうかということで続くビデオをどうかお楽しみください。Thank you very much and bye for now. Hello, this is Taro Yamamoto, Nobuko Yamamoto, and Hiroshiyashi, Japan. Most probably a twin-shaped UFO of Minatomirai, Yokohama, Japan. It's a great honor of mine that I can show you a footage and some photographs presented by Mr. Taro Yamamoto, honor, a member of the House of Councillors, and Miss Nobuko Yamamoto, his mother, here on this occasion. On the day of May third on the Constitution National Day of Japan, thirty thousand people gathered at Minatomirai, Yokohama, Japan for Mr Taro Yamamoto. Mr Taro Yamamoto was on the helicopter at that time with some of his crews. I respect here for their courage and permission to put their names in this video clip for which I thank them very much. 連休の、えー、真ん中の時にですね、本当に大切な時間を割いて皆さんが、えー、現場に、ここ、港未来に足を運ばれています、えー。私、正しい報道ヘリの会リポーター、参議院議員、山本太郎です。よろしくお願いします。その実況、中継中に UFO が映り込んでいました、えー。注意深くご覧ください。右から左へと流れていきます。わかりましたか では、2倍速にしてみます。この線に沿って U の方が飛んでいきます。わかりましたかこれがそれですね。今度は3倍にしてみます。右の方に注意してください。飛んでいくのがわかりましたかでは、今度は10倍にして皆さんにご覧いただきます。 この辺りに現れます。で、当初、まあこれを見つけた人もですね、鳥かと思ったそうです。が、山本信子さんがですね、この部分を写真にしてみて、大変驚かれました。ではもう一度10倍速にして、そして部分的にストップモーションにしてみます。中深くご覧ください。 今、ここにありますね。で、いわゆるアップロードされた動画では画面が不鮮明,明ですけども、実際にはハイビジョンクラスの画像であったと思われます。今、左の方に来ましたね。で、球体であることがこのあたりでわかります。二つの球体がくっついています。大変珍しい形ですね。 皆さん自身でご確認ください。少なくとも飛行機でもないし、鳥でもないということです。これは何かということですね。で、もう一度検証しています。ここに、今それが飛んでいます。で、そのまま拡大しますと、まあこうしたぼんやりとした形ですね。で、まあ当初、 画面上で写真を撮りこのように拡大してみました。もう一度やってみます。今度はここへ来ました。拡大してみます。さらに拡大してみます。えー、横線がですね、島のように走っているのがわかります。今度はここで拡大してみます。 こういう形なんですね。で、これ以上拡大できないものかと思っていましたら、山本信子さんが写真を届けてくださいました。元の画像から、いわゆるスティール写真に起こしたものです。それはもう少し後であの皆さんに紹介します。横線が入っているのがわかります。 形は球体です。そこで私の手持ちの資料と、今、今までにですね、確認された UFO の資料と比較してみました。が、このようなトゥインタイプといいますかね、球体が2個くっついたかのように見える UFO は大変珍しいといいますか、リストにはないことがわかりました。形的には球体であり、まあ、横のラインがあるから、まあ、サンドイッチのようになっていると。まあ、そういうふうに考えられます。 さらに検証を続けてみます。これが山本信子さんが届けてくださいました写真です。で、拡大してみます。さらに拡大してみます。こうした物体が 横に行ったわけですね。が、当日、当時ですね、ヘリコプターの中の山本太郎氏も、そして港村にいた3万人の、えー、皆さんもですね、この UFO に気づくことはなかったそうです。後で、この動画を見ていた人がですね、何かおかしいっていうことで調べてみたら、このようなものが映り込んでいたというわけです。 で、私がお名前を明記してよろしいですかとお聞きしましたら、山本太郎氏も山本信子氏もいいですよ。と事実は事実ですから。私はその勇気に敬意を表し、感謝します。これがその物体です。飛行機ではありませんね。鳥でもありませんね。 こうしたものが5月3日、堂々とあの大都市、横浜の上空にあら現れたと言いますか、飛んでいたということですね。皆さんはこの事実をどのようにお考えになるでしょうかこれは事実なんですよ。が、ここで終わったのでは、山本さんも視聴者の皆さんも、 満足なさらないと思います。これはタカイン東京さんが届けてくださったビデオです。去る5月1日、日本時間では4月30日にですね、チリのカラーブコ火山が爆発しました。その時の様子を捉えた写真ですけども、その中に見た感じですよ。同じタイプのツイン型の UFO が映り込んでいました。 これがそのビデオです。まあ、右の方に火山灰が登っていくのが見えますね。そして、この拡大したところで注意してください。二つの球体らしきものが浮かんでいるのがわかります。カメラのブレではありませんね。そこに注意してください。 で、まあ、その同じビデオの中には、別のって言いますか、多分、まあ同じかどうかわかりませんけども、同じ一連の流れとして、こんな UFO も紹介されています。こちらの方は、一見、まあなんて言いますか、一個の UFO に見えますが、時々こう、動くと言いますかね、位置を変えたときに、 二個に分離するかのようにも見えます。これは、ね、はっきりしませんが、まあ、このように二個に見えるときもあるということですね。まあ、これは雰囲気と言いますか、周りの様子からして夜ではないかと思われます。そして、その UFO をこうして今、車の中からと言いますか、追いかけているわけですね。この下の方です。まあ、下の方に降りてきますね。これは星ではありませんね。 明らかに動いています。で、さらにもう一度、えー、カルブコ火山に戻りますが、時間的にはまた別だと思いますね。今の流れから見て、一、うん、回夜になり、そして朝になったのか、その翌日になったのか分かりませんけども、やはり右側に、えー、UFO らしきものが映り込んでいます。雲の下にありますからね。まあ、UFO っていうことになるわけですね。 となりますと、えー、5月29日に爆発した口の選ぶ島のあの火山のふむとに現れた物体は、まあ、鳥説が有力になってますけども、鳥ではないというふうにも考えられるわけです。で、検証してみます。まあ、これが、今言いましたように、えー、カラブコ火山で目撃して、またカメラに撮られた、まあ、UFO ですね。そして下が、 横浜に現れた UFO です。のぶこ山本さんが届けてくださいました写真です。ツイン型であることがわかります。ということは、4月30日、日本時間でですよ。から5月3日にかけて、このツイン型の UFO がですね、それまで例のなかったツイン型 UFO が、この地球に現れたということになります。山本太郎さん、お名前と 顔を出して良いという山本サルさんの勇気に敬服します。感謝します。大変勇気づけられました。ありがとうございました。心からお礼を申し上げます。Bye for now.